雨は嫌ですね。さあ今日も始まりました新選組打倒黒田幕府、司会の黒田祐樹です。よろしくお願いします。この番組はですね、芸能人を目指すですね、新人たちが、私黒田祐樹とですねスゴロク形式のゲームで戦いながら、ゴールを目指して最終的にはですね、僕と勝ったものは僕とエチュールをですねやってみようという番組です。スゴロクのこの僕が振ったサイコロに合わせてですね目に進んでいって、その中にあるですねゲーム形式のお題、知力体力の時の運ですね、俳優に必要なものがいろいろある中で、それに挑戦してうまくできれば何マス進んでいい、うまくできなければ何マス戻るといった形でですね進んでまいります。こういうところでねやっぱりね持ってるやつっていうのは持ってるんでね、ぜひそういうスター性をね表現していただければと思っております。さあ、ではですね早速今回の挑戦者たちを呼んでみたいと思う。どうぞ。はっ、本日黒田幕府を打倒するために参りました隊長大向真嗣です。黒田幕府を打倒するために集まった共に戦う勇士たちを紹介いたしましょう。寺岡真夏、西原丈司、林美咲、すでに寺岡の緊張具合が半端ない、踊り具合が半端ないんだけど大丈夫、もう今絵に映ってから一度も視線が安定してないけど大丈夫、過呼吸とかになったりしないっていう、頑張ります、紙袋とか大丈夫。それでは一人目隊長から本日の意気込みをどうぞ。はい、本日隊長に任命されました大向真嗣です。黒田幕府とはご縁が今までありつつも初出演です。ていうかさ、あれだよね、天の声の人だよね。そうです。そうだよね、もうめっちゃ聞いたことさっき、この間までモノマネとか言ってた。そうです、ちょっとモノマネって言ってみて。モノマネ、あの人どうして出てきちゃったの。それが、今朝、いつも見ている十二星座の占いを見たら、今日のヤギ座はキャンセル待ちの商品やいつも横目で見ているポジションに空きが出てあなたに舞い込んでくるチャンスがあるかもって出てたんですよ。そしたら、真嗣よかったら今日出演でも大丈夫っていう連絡をいただいて、じゃあ、舞い込んできたんだ。そうなんです。天の声の人は今日は代わりの、別にいるの、代わりの大天使にお願いしてきました。その人もヤギ座なの。じゃあかもしれないですね。今舞い込んできたわけだからね。そうですね、いっぱいいろんなとこにいろんな人舞い込んできちゃったね。幸せの連鎖ですね。もう12月1月12月です。12月か、はい、12月25日です。おめでとう、ありがとうございます。よろしくお願いします。ファイブスターエージェンシー所属の寺岡真夏です。初めてなので戸惑うこともいっぱいあるんですけど元気いっぱい頑張ります。ういういしい、もう赤ちゃんみたいな顔してる。どうした、ちょっとカメラ見て。なんか仕事はどういう、こういうカメラの前に立つのも初めて。そこまでではない。そう、本当にこの間入ったばっかりぐらいなので、うん、今月入ったばっかりで、うん、初めてのこういうカメラの前でやらせていただくことになって、ちょっと本当にやばいね、キャッキャしてるもんね。17歳で、はい、現役高校生。はい。これは楽しみですね。はい、じゃあ続いて。はっ、 Be Alive プロモーション所属、頭のネジは母ちゃんの腹に置いてきた西原丈司です。ね、今日ね2回目なんですね。そこそこ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。霞むなぁ、17歳の後。いや、ほんとそれ思ってたらもうあんまり 声も張れないし、もう同じぐらい目泳いでたよ。もうその鋸取りがもうほぼ8割です。2回目の挑戦だよね。2回目でございます。いくつだっけ。27です。10、ちょうど10違う。はい。あ、もう今日ここはライバルだね。俺こうやってこう新選組内を対立させていくから、意識させていって、こう足を引っ張り合わせる。あ、でも、今日目標一つ掲げて、やっぱりまあ4人しかいないということで、全員で一気に上がってやろうと
そういう意気込みで。ああ、なるほどね。はい、頑張っております。いいね。それでエチュードに時間を取ってもいいもんね。はい。おう、それはまあサイコロ次第だけど。前回どうだったんだっけ？前回は、僕ともう一人あの同じ BR ライブプロモーションの永井くんと、3人でクリスマスネタを。クリスマスやったっけか？はい、そうです。俺サンタさんやったやつだ。ほうほうってずっと言ってたやつ。それです、それです。あれだ。いや、もう、はい、楽しかったね。ちょっと楽しかったですね、はい。じゃあ今回も上がってできるように頑張りましょう。はい、はい、頑張ります。はい、続いてレアヌスイノベーション所属、林美咲です。18歳、初めてなので精一杯頑張ります。よろしくお願いします。いい、ね、17歳、18歳、今日女子が若いね。ちょっとなんか一人ね、女子か男子かね、危ういやつがいるんだよね。あ、確かめてみますか。天の声よ。だいたいね、天使はね、あの中性だからね。そうです ね、 ね、うん、あ、じゃあ、いわば僕、ジャンヌダルクですね、前寄りできた。西原、はい、頑張れ。頑張ります。それでは早速ゲームを始めたいと思います。その形とその色は男を輝かせる。クロスタ。大向慎二。は。いやー、隊長、どうよ、一番番組見てるわけじゃん。そうなんですよね。うん、隊長としてなんかこうしたらいいなみたいなのあった？始まる前に、うんうん、みんなにちゃんとご挨拶しよう。偉いな。基本的にいい子だよね。なんて呼んだらいいの？俺天の声って呼んじゃいそうだけど。なんでもいい。大向井って呼んでくれる人もいますし、あのシンディって呼んでくださる方が多いです。シンディ、シンディって呼んでいただけたら。じゃあ嬉しい。シンジだからシンディなのね。そうです。オッケー、じゃあシンディで行こうか。ありがとうございます。はい、じゃあシンディ1投目。はい、ででん、5、1、2、3、4、5。早口言葉。じゃあ俺がこれを弾いたらね、はい、その弾いたやつが出てくるから、それに早口言葉。はい、じゃあやっぱり天の声とも相性あるんだね。じゃあ弾くよ。はい、お願いします。ででん、4番。お、コマゴガメ。コマゴガメ。コマゴガモ。コマゴガモ。親ガメ、子ガメ、コマゴガメ。親ガモ、子ガモ、コマゴガモ。あ、これ言いづらいね。言いづらいですね。3回いけるかな。それではですね、大向慎二による、はい、早口言葉、自信ある？ありますとも。よーい、はじめ。親ガメ、子ガメ、コマゴガメ。親ガモ、子ガモ、コマゴガモ。親ガメ、子ガメ、コマゴガメ。親ガモ、子ガモ、コマゴガモ。親ガメ、子ガメ、コマゴガメ。親ガモ、コマゴ、コマゴガモ。素晴らしい。ありがとうございます。いや、ちょいつもうハラハラしたけどね、一瞬ね。はい、すごいドキドキしました。2回目のコマゴガモがね、怪しかったね。来たね。いや、でもやっぱりこうやってちゃんとこう意識してやるって大事だよね。はい、お、今までこれをやってきた人たちが何言われてたっけ、何言われてたっけっていうのを一生懸命思い出してました。2マス進んでよし。ありがとうございます。いや、順調ですね。5、6、7。じゃあ続きまして、寺岡真夏。は。いや、どれ、番組は見てきた？見ました。見た、どうだった？面白かった。なんか対策とか練ってきた？対策、モノマネだけちょっと考えてきます。モノマネだけ考えてきた。結構ギャンブルだな。20個あるのにな。うん、モノマネ1回1回2回ぐらいしかない。え、あの、何、タレントさんとしてはどういうこと？俳優さんがやりたいとかさ。女優さんになりたい。女優、演技がやりたい。演技やりたい。じゃあ演技系のやつも当たるといいね。頑張ります。はい、じゃあ普段何してるの？普段はダンスの部活でやってて、
で、ひたすらもう部活部活って感じ。もちろん踊れるんだね。マジで大事だからね。あいつトム・クルーズめっちゃ踊れるんだ。そうですか。いや、アメリカの俳優協会って確かね、俺しっかりと覚えてないけど、オフブロードウェイとかオフオフブロードウェイとかあるじゃん。ああいうのでの経験がないと俳優協会に入れなくて、そのハリウッドの俳優協会に入ってないとハリウッドの映画には呼んでもらえなかったりとかね、そういうことだから、もうみんな歌って踊れるのは当たり前の人たちが映画でストレートプレイの演技をしてるから、歌ったり踊ったりっていうのは体の使い方の練習で、声のトーンが上げるとか下げるとかさ、ここでこの動きがしたいとかっていうのは、俳優さんの勉強いくらしてもイメージができても、体が上手に使えなかったり喉が上手に使えなかったりできないから、いっぱいやっといて損だ。はい、頑張れ。頑張ります。よし、そのまま。あ、そのままなんだ。俺が喋りすぎちゃったせいでね、多分サイコロの神様がね、あの尺がっつって、ちょっとそうそう、次行ってください次頑張ろう。西原上司はっ、押すなんで押すっていう時ちょっと下見ちゃったの今。なんですかね、カメラに向かっていかないと。そういうとこ押す押すじゃない振るよ。はい、お願いします事前のトークなしっていう、ね、はいででん5、あれ1、聞いたことあるね。1、2、3、4、5早口言葉。石原、前回当たった。そうですね、前回当たりまして、で、合格いただきまして、ほうか、はい、ほうかだったんですけど、さっきの聞いててちょっとだいぶ自信なくしました。最終的に興行しちゃってるってことはお金稼いでるってことだもんね。そうですね、さすが興行高校だよね。そうですね、やっぱもう働くって金がねえっていう感じが出てる出身だったらやっぱ興行高校のところで噛むわけにはいかないな。ぐらい行かないよね。行かないですね。いいの、こいつら設計図の書き方とか勉強するべきなんだよ一旦興行楽団やっちゃっていいのかな。こいつらについて気になるわ大事だね。自衛隊とかにもいるもんね、小敵隊とかね。そうですね、あれも大事なあれらしいからね。はい、全て人生の糧です。人生の糧じゃあ、はい、早速行ってみましょうか。いい？はい。西原上司によります早口言葉、工業高校の工業楽団公共施設で工業、どうぞ。工業高校の工業楽団公共施設で工業、工業高校の工業楽団公共施設で工業、工業高校の工業楽団公共施設で工業。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、文句の打ち所がないね。イエス、2マス進んでいいです。ありがとうございます、はい、5なんで、6の7です。はい、むさくしいな3人しかいないどうしちゃったじゃあ続いて林美咲はっ、どうすか意気込みは。意気込み頑張りますあれはどっち系を目指してる？演技。演技、お芝居。はい。おお。今は何かやってたりする？はい。イエスノーで答えられる質問をしていかなきゃいけないか感じ俺。電話でこっちの内容は向こうに聞かれているからイエスかノーでしか返事をしてもらえないパターンだよ。はいか、家で答えてくれみたいなやつ。いや、違います、答えます大丈夫、今もノーとイエスだけだったけど、はい、すみません大丈夫、大丈夫です。どんな、なんかこう、もう舞台に出たことがあったりとか映像でやったことがあったりとかする？あ、一度舞台に出させてもらう。どんな役だった？友達新宿遊び場所その友達じゃん新宿だっけ
ケンジ君違う、この役だったの。いや、違います誰のだよ、主語がね、わかんねえよあの、なんかどんな話だったかから教えて。あと、情緒不安定の女の子で友達がいなくて脳内で自分で作った友達の一人です、イマジナリーフレンドな、はい、の話で、イマジナリーフレンド、はい、どんなキャラクターだったの。結構明るい、やんちゃっぽいキャラクターです。普段は、本人は普段も結構明るい、ポジティブ。ポジティブ、はい、ポジティブな感じは伝わったじゃあ頑張ろう。ありがとうございます。林美咲1投目これ面白くなった。5、5ばっかりじゃねえか。5、5です。早口言葉。早口言葉。はい。自信ある。あります。お前本当に早く否定か肯定しかしねえな。変な早口言葉だこれは。豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶっ倒れた。やばいね。でもぶは結構言いやすいからいけるかも。ね、はい、ね、気をつければいける。ね、うん、ね、豚が豚を、10代だから先にコツを言っとくと、その絵を想像するんだ。あ、はい、そうそう、豚が豚をぶったら豚がぶっ倒れ、ぶたれた豚がぶっ倒れたっていう、はい、ストーリーをちゃんと理解する。あ、はい、言いやすい。はい、じゃあ林美咲が豚が豚を打ったらぶたれた豚がぶっ倒れたを3回噛まずに言います。はい、よーい、スタート。豚が豚を打ったらぶたれた豚がぶっ倒れた、豚が豚を打ったらぶたれた豚がぶっ倒れた、豚が豚を打ったらぶたれた豚がぶっ倒れた。おめでとうございます。いや、今日なんだろう、全体的に聞き取りやすいもんね、みんなのトークが。じゃあ2つ進んで、よし、やった、ありがとうございます。じゃあ、どこから、6、7じゃあ、審議。はい、2投目。はい、順調だね、もう7。そうですね、ね、差し回ってで、でん6。おお、1、2、3、4、5、6、13。モノボケ。わあ。いや、ここに用意してあるやつからね。はい。モノボケを。いや、だってさ、13ってことはさ、1でも進めるようなさ、はい、OK があったら、もう次に6が出たらゴールができる範囲に来るってことだよ。本当だ。だから、俺はちょっとでもミスったらすげえ戻すよ。なるほど。すげえ戻すんですか。すげえ戻す。まだ番組前半だもん。俺なんかその面白トークで後半の30分持たしたらできないもん。わかりました。でも厳正に判断いたしますので、ちょっとでも面白かったら進ませます。おお、はい、最悪上がっちゃったらちょっと天の声やってって言うかも。エチュードまでの間天の声やっといてくんねっていう。わかりました、その時は本業に戻れるように。本業どっちの、こっちでしょ。あ、そっか、こっちです。何者なの。もともと舞台のお芝居をしていて、そこからナレーションとかをもう勉強して、うん、ワークショップしてやりたいっていうのでやらせてもらってるんです。じゃあモノボケには自信が。いかにも。じゃあ好きなの選んで。はい、やったことあるものって。やったことはないです。そうなんだ、はい、初物、初物も初めてです。おお、結構難易度高そうなやつ取ったね。それではシンディこと大向井真嗣によるモノボケです。よーい、スタート。カブトムシの親子。ゴーカー、やったー。強い、強い。すげえ面白いな。3番進んでいいよ。3番すごい。
だって面白かったもん。これこの番組で見たモノボケで多分一番面白かったよ。おパクろうと思ったもん。3 16でございます。おもうケインジ君が霞んだもんね今の。俺ちょっともし今日一やべえ面白い出演者に面白いことやっちゃったなとか思ってたけど今全然霞んだもんね。何ちょっともう一回やって今の。これ後続のハードルも上がってますよこれ。カブトムシの親。それがその形なのはさ、いつの時点で気がついたの。だって置いてあったじゃん。あの前に見てやった時に、うん、あのこれを使った人がいて、うん、あのあ開いた時にあカブトムシっぽいなって思ってたんです。すごいね。これをカブトムシだけでいかなくて親子で行くのがやっぱりこうすごい試合巧者だよね。いやおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいもう16まで来てる。すごい。ちょっと高速頑張れ。はっ寺岡真夏2投目今どこ1で1か。頑張れ。どう先輩方の一周です。やばい緊張してきた。そのままだったもんね自分。そのまま何もせずに待機みたいな感じなの。待機なんみたいな感じじゃなくて、ね、待機なんですよ。いい目が出ますよ。でで何だと思う？4とかですか？5。お5。あれ？でも進んだ。1、2、3、4。あれ？ここですか？寂しい、また寂しいんですけどこれ。なんか悲しい。ごめん、いくついくつ？6です。よし、そのまま。距離は近くなったね。うどうした一番キラキラしてるやつが映らないことになったね。もうなんかずっと映ってないで、ね。うん。さよなら。西原ジョージ。はっ。ジョージはなんでジョージなの？所ジョージさんに憧れてましてそっから。よっ。はっ。よし7から1、2、3、4、11です。最後まで言わせてくれないんだみたいな。特技ヒーロー。いや、このジョージさんに憧れてるんだからね。憧れますね。トランプか。はい。なんですよ。うん、まあ、ちょっとね、一番得意なものっていうとこれになるのかなと。立ってできる。スタンディングでやるやつは。スタンディングで。ここであ、そちらで。これ。は、ありがとうございます。これだったら手元も映る。ありがとうございます。はい。大丈夫です。大丈夫です。トランプマジックでございます。はい。で、弾いていくので、黒田さん、止めていただいてもよろしいですか。はい。はい、指で、ストップ。ストップで、はい、お願いします。いきます。ストップ。はい。で、こちらのカード覚えていただいてよろしいですか。僕は見ません。覚えていただきましたら声かけてください。はい、どうぞ。はい。じゃあ、こちらのカードですけども、このカード、うん、適当なところに。差し込みます、うん、で差し込んで指を鳴らすと出てくるんです。このカードがすごいよかった。それはい。でこちらのカードもう一回こう適当なところに差し込むと、うん、で鳴らすと出てくるんです。もう一回このカードを適当なところに差し込んで鳴らさないと出てこないんです。で乗っけて鳴らすと出てくるんです。すごい。ありがとうございます。すごい。よし。3番進んでます。やったよ。すごい。すごい。全然わかんないあの距離で。普通にすごかった。すごい。11からの、1、2、3で14です。すげえ。ゴール圏内じゃん。ゴール圏内ですね。おっしゃ。役者さんだっけ？何目指してるの？俳優を目指しております。本当に手品師になった方がいいよ。そっちの世界で勝負はしたくないです。そうなんだ。はい。いやでもいいね、マジックできる俳優さんってね、結構いるんだよ。へー。山本浩二君とかもめちゃめちゃうまいよ。だからやっぱりね、練習ができるって才能の一個なんだと思うよね。こういう技術を見ると、さっきのダンスとか歌の話じゃないけどさ、おめでとうございます。ありがとうございます。今日順調だね。なんだこれ。そんな林美咲。はい。いや、いいよ、
はい。2です。次は何やりたい？はい、はい、イエスかノーイエスか。後で調べて。全然調べちゃダメ。調べておきます。3お1、2、3。10です。よし、そのまま。隊長、はい、もう10ゴールしちゃうね。本当だ、4出ちゃったゴールだね。1、2、3、4。はい、どうだろうね、これ神様いるのかね、サイコロに。神様、サイコロの神様、あの結構こいつ暴れん坊だからね。そうですね。このスタジオのこのサイコロで、ね。何か言い残すことはある？後に残された人たちは物を頼みます。精一杯行ってまいります。上がる気だ。上がるか振り出しに戻った。 1! でもまだまだチャンスはあるってことですね。普通だったね、はい、刻まれたね。17。一人で二役の即興劇、黒田さんのストップがかかるまで続けること。大変だ、これ大変だね。大変ですね。一番あの体力使うやつだね。ですね。なんとなく準備はやっぱりしてきてる。いろいろ考えたりはしてきてます。さすがにだってこれだけ番組見てるとさ、前の日ちょっと頭の中よぎるよね。はい、お風呂とかで考えないわけにいかない時間あるよね。ありますね、うん、いや考え抜いた一人即興劇。楽しみです。心の準備はいいですか？はい、はい、じゃあ大向かい真嗣ことシンディ、どっちだ、さっき逆で言ったね。真嗣こと大向かい真嗣、一人二役の即興劇、用意始め。今日おろしたての浴衣、あの人気づいてくれるかな。ごめん遅くなっちゃった。いいの、私も今来たとこ。そう、その割にすっごい汗かいてるけど。そうかな、あ、ちょっとドキドキしてたからかもしれない。ふん、あ、なんか食べる？せっかく七夕祭りだし。そうだよね、すごく楽しみにしてたんだ。何か甘いものとか食べたいな。そう、俺焼きそばとかの方が食いたいな。腹減ってない？だってさ、後になるとなんか甘いものとかって舌が気持ち悪いことになるじゃん。そうだね。あ、でもそうだよね、舌の色が変になっちゃったら私ちょっと恥ずかしいし。まあ、あ、フランクフルト、フランクフルト。やだ、フランクフルトだなんて。食べられるかな。あ、でも食べてる。そこまでだ。即興劇なのに作り込まれてる上に下ネタじゃねえか。下ネタだとどうして判断できるんですか。あ、続き見たかったな。今すぐ戻れ。じゃあ17、16、15です。ほっぺ痛い。今日クオリティ高えな。この後に17歳呼ぶのやだな。テラコマナツ、はい。17歳だもんね。こういうやつですか、うん、え、こういうやつってどういうやつ？全然わかんない。いや、な、多分品評価の意味が分かんなかったのか。どう、大丈夫か？いや、大丈夫じゃない。どうだった？暗闇の中では何してる？こうやってか、こうやって見てます。こうやって見て、こう透かせてこうやって見てます。気になっちゃって、ちょっとでも覗いちゃダメだなって。生地の薄いとこから、薄いとこからこうやって見てます。、うん、どうしよう、なんかもう下ネタ続いちゃったから感想が聞きづらいんだよね、今までのやつ。もうさ、最悪だよお前ら。若いやつ
奴いるのを意識してさ、全年齢版でやろうぜ。そうですね。全年齢版で。全年齢版でね。はい、西原ジョージ。はっ !14 だね。6出たら上がれる。そうですね、上がっちゃいますね。絶対出さねえ。わかんないですけど、そのサイコロちゃん、へそ曲がりかもしれないです。全員で上がることですから、なんかこう一人勝ちだった場合ちょっとねえなって思うところはあるんですよね。六、あんだ、十四でしょ？十、二、三、四、五、六、二十です。上がり。祝福されない空気だ。たまに祝福されない空気だ。面白いことやらないと上がれないとかどうですか？そうするとね、番組のルール変わっちゃう。なんで仲間内で寂しいじゃないですか。いいよいいよ、こっち来てアシスタントをしながらいつものあれでもう一人ぐらいいけるんじゃない今日。だから、目標に近づいたらいいよ。そうですね、座っていい。はい、すごい、いきます。ほぼ何もやってない。いや、なんかそうだ、感想とかない。手品がうまかっただけの人みたいになっちゃってそうですね、まあ、前回早口言葉とかいろいろとそういう見せ場はいただいてたんですけど、今日はマジックのアピールで、まあ、2回合わせればいろいろと多面的だと思うんですけど、多面的じゃない。前回も見れるのかな、見ていただいてね、ええ、うん、そうですけど、まあ、みんなでエチュードやろうぜ。うん、頑張る。頑張ります。頑張ろうね。頑張ります。おなにこの空気全員あいつやっちまったなみたいな。上がったのに、手品も上手でさ、順当に上がったのに、みんなあいつやっちまったのに、本人すらやっちまったなみたいな顔してて、これどうすんのこの番組って。ね、みんなで後続で続いていこうね。はい、頑張ります。よし、じゃあ林美咲。はい。14です。一回休み。おお、シュールだな。一回休みだからね、もはや。結構寂しい時間長いよ。寂しい。あ、じゃあ次回ってこないってことですか？他に何だ。この間番組に出演者として休んでていいわけではないよ。わかりました、ちょっと見てます。そうだね、はい、ちょっと見てて。14番に行ける。いいんですね。いいよ、14には行っていい。わかりました。じゃあ、死んでいい。はい。どうよ、一人上がっちゃったよ。上がっちゃいましたね、うん、もうこの二人がこのまま上がるっていうのが最悪のパターン。そうですよね。いや、楽しいは楽しいだろうけどね。せっかく今日前降りて来られたので、ぜひエチュードや目指したいなとは思ってたんですけど、うん、これこのまま俺上がっちゃいけないな、きっと。一番空気を読んでまずい立場に陥ったね、今ね。そうなんです。いいよ、盛り上げてこう。はい、これでもしシンディが上がったらもう一人あげよう。はい、頑張ろう。はい、まあ、いいよ、気にせず全力でやってくれ。わ、はい、かりました、うん、5 1 2 3。上がり。最高。すごい。どうした、どうした、お前、お前今日仕事するつもりないのか。なんで、あとになんか予定があるのか、お前。早く終わらせる。なんかあるのか、待ち合わせか。どうした、お前、もうどんどん上げてるけど、どうしたの。俺を困らせたいのか。なんか俺悪いことしたか。もうお前が振ったんだ。そうだね。ごめんな。ありがとう。はい、じゃあこっち。はい、ありがとうございます。なんかこれ、ゲームを用意してくれていた人たち、ごめん。やばい、やばい、やばい。
ただき失礼します。すごい。あとは何もしていない2人がステージ上に残ってる。そう、私2回連続だってことですか。そうだって2回休み、お休みそのまま、隠れるそのまま、そのままで、このまま2回連続だね。すごい。何、バン狂わせにも程があるだろう。どうしようか。もうだからあれだね、もしどっちかが上がれないようなことがあったら決めよう。今から10分でやめる。え10分してもゴールできなければ、もうその時点で2人だろうと1人だろうと残ってる人はダメで、10分以内にゴールができちゃえば、はい、だからどっちか1人が上がっても10分は俺は振り続けるから、あ、はい、上がれれば上がれるっていうルールにしよう、はい、そこ決めとかないともう俺のさじ加減になっちゃうもんね。はい、そうしよう。はい、一回休みだ。わかりました。早くやろう、はい、じゃあ寺岡真夏。すごい。3番で。モノボケ。今日一ハードル高いやつだ。カブトムシの親子より面白いやつをやらなきゃいけないやつ来た。どうしよう。モノボケ。全然思いつかなくて。いいよ。ここで悩めば悩むほど、あいつは一回休みだから10分経って、あいつ以外に自分が上がれる可能性が増えるよ。ちょっと。あいつの出番を減らして。すっごい悩めば自分の時間が増やせるよ。巻きで心の声にしか自分の心を見失わないでね。二択なんですけど、どっちがいい。誰に。1と2どっちがいい。じゃあ 1。じゃあこれで、うん、おお。なんだろう。いけますか。はい、人生初モノボケは。はい、うそうだよね、カメラの前初めてだもんね。寺岡真夏17歳による人生初モノボケ、どうぞ。風船。かわいいな。どうぞ、多数決して。せーので、良かったと思う人が手を挙げて、良かったら2つ進む、悪かったら今戻る、はい、どうですか、そんな感じで。分かりました。厳正な判断を求めます。はい、せーの。この野郎お前は。もうさ、だってもうガラス細工とかにした方が良かったんじゃない。これ、ああ、こうやって、あ、なるほど。もう一個なんだったの。もう一個、もう一個サロ回し。一で良かった。とにかくその棒が気に入ったんだよ。増えたかったな。今進めや。1、2、15で。お前ら、おしゃれを守って。面白かったな。本当に面白かったんだな。はい、面白かった。じゃ終わった後のアートできるのが良かった。さあ、じゃあ続きまして、寺岡真夏。これ一回休みだから。休み。射程圏内ですね。本当だ、5が出たらね。なんだよ。1、2、3、18です。早口言葉。聞いて聞いて、はい、聞いて。じゃあ混ぜて聞く。あ、じゃあ混ぜます。はい、アシスタントらしい。お願いします。はい、2番です。出たやつだね。いけるやつだね。おこれ、女子はもう豚の話しかしてないから、ね、女子は豚の話、男子はフランクフルトしか話してない。頑張れ。さ、豚が豚をぶったらぶたれた豚が豚がぶた、ぶたれた豚がぶたわれた。早口言葉にしよう。すごい苦手です。頑張れ。声もね、
言えてたか言えてなかったか多数決よ。はい、言えてたら2マス進んでいった。あ、ゴールじゃないですか。うん、あー、あれ、え、多数決で、これ、え、全員上がりある。まあ、だから寺岡が言い切るしかない、はい、彼らがエコヒーキをしたと言われないような状況を作るしかない。考えてる。面白い。こういう時大好き俺。ゲームだね。はい、では、寺岡が夏による豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶったれた。噛まずに3回。はい、よーい、スタート。豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶったれた。豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶったれた。豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶったれた。せーの。いやー言えたねー。ばっちりでしたね。こっちおいで。はい、すいません。20です。どうやって座る。おめでとうございます。おめでとう。どこっちこっちこっち4、4ショットですよ。そうですね。さあ、1回休んでいるうちに。え、5分間1人でサイコロを振られて罰ゲームをし続けるという。うそ。おかしいな、もっとシーソーゲームなんないもんかね。でもすごい美味しい状況ではありますよ、これ。でもだってずっとさ、俺早口言葉言えたら2マスだったじゃん、ね、今日は、はい、ちゃんと言えただけだったら。もうだってさ、これは変えられないじゃん、基準値があるから、はい、何この面白い、逆に面白いやつ。早口言葉しか、そうだね、そうですね、うん、6、え、あとは1人しか6で、そう、6出れば、もう、嘘、これ6出たら上がっちゃうの。上がっちゃいます。射程内です。俺、今日なんか振りがいいんだよね。6で待ってます。あー、頼むよ。後でアイスクリーム持ってあげる。でも、いいな、いいな。ストロベリーチーズケーキ一緒になる。女子力高い。それストチーとあのミルクティーがね、こうなると作る。さあ、あのジュニアで重ねる。キッズだっけ。誰が一番いい。ちょっと勉強。シンディさん、それ本当いいんですか。本当？やだー。本当ですか？わーお。え？すごい。こんなことある？みたいです。すごい。ストロベリーチーズケーキ後で買ってあげるね。やったー。あ、うちじゃないんだ。どっちにしてもお前はストロベリーチーズケーキを買ってもらえる運命だったんだ。すごい。え？いや、わかんない。あの、俺最初にさ、冗談でさ、こういう時にこういう奇跡を起こしていくのはさ、持ってる人だって言ったじゃん。あの、絶対さ、なんだろう、全米オープンではさ、はい、勝てないさ、キムタクがさ、宮里藍にワンパットの勝負だったり勝ったりするわけよ、はい、そういうことを起こしていく、引きつけていくっていうのが、まあ、スターのあるべき姿、はい、運にもね、こう、味方されるというか、はい、みたいな感じでさ、してたじゃん、ちょろっと、ほろっと、6。おお、スターだ。1、2、3、4、5、6。ありがとう。やった。今日全員最短距離。イエス。ちょっと後ろ立て、もうしばらく後ろ立て、締める前に雑談するからさ。おお。ちょっとしゃがん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 。じゃあ囲むか囲むか囲むか。ここに映ってますか。はい、はい、はい。ちょっとよ、そうだよね。やっぱちょっと女子ちょ後ろにこう寄って、男子がこうグッと来て。はい。はい、いやー、ということでですね。はい。なんと。やった。全員ほぼストレート。そうです。そうですね。戻ることない。そうだよね。あの、なんかで2マス戻ったぐらいだよね。あ、はい。あの、フランクフルトで。じゃあちょっと、大所帯ですけれども。もうこうなっちゃったらしょうがない。このメンバーでですね、この、アカデミー賞受賞俳優の黒田結城とですね、エチュードを、なんとお題難しいんだよな。今回のお題は捜査員というテーマでですね、捜査員ちょっと長めになるんでしょうか、エチュードをですねお送りしたいと思います。5人で頑張ります。その唇触れ
れさせて朝日が昇るまで甘い吐息耳元で君を感じてた。見慣れていたはずの彼女の笑顔が変わった。素肌に自信、ありのままの自分で輝く美肌どころ美女。状況から見るに凶器で胸を一突き。あ、寝てた。しのり、びっくりした。おはようございます。すいません、すいません。あー、ダメだ。警部補、お、悪ふざけは対岸にしていただかないと。てぺろ。この人、警部補さんなんですか。警部補の、アラジンによく似てるって言われることで有名なアラジンです。アラジさん、あ、あなたがアラジさんでしたか。はい、あの新入りの西原です。西原君、どうした。あ、いや、今日あの通報があったということで駆けつけたんですけど。騙されたー。あー、もうドッキリだったか、うん、で、事件の方はどうなってる。それが、まず一番不可解なのは、うん、被害者の遺体が見当たらないことです。なるほど。ええ、事件が起こった痕跡すら見当たらないんです、うん、いや、ちょっと一個いい。はい、一個いい、はい、このハンバーガー屋さんの店員さんと女子高生何なの。従業さん、いらっしゃいませ。いらっしゃったお前らがいらっしゃったんだろ、警察署なの。なお前、なんで店員感出してきたの急に。いや、ごめんごめんじゃねえよ。店員っぽく。で、この女子高生は通りがかったんですけど、なんかいっぱいいたんで来ちゃいました。え、事件を見たとかじゃないの。事件は、事件は、あ、事件が起きたことすら知らないけど、なんだろう、あの人だかりと。あ、だ、ちょっと新人お前さ、事件のあらまし、まず整理しろ。はい、まず我々は通報を受けてこちらに駆けつけましたと。で、その際目撃者は、いないが、うん、店員が何か異変に気がついたっていうところまでは聞いたんですけども。あ、ここじゃあハンバーガーショップなのね。そうですね。あ、ごめんごめん、俺ハンバーガーショップで死体のふりしちゃった。そうですね。ケチャップがあったから。ああ、うん、包丁もケチャップも潤沢にあったからさ。なるほどですね。そういうことにしよう。はい、うん、それで、はい、で、通報があったんですけども、その際の、どういう形で通報いただきましたっけ。人が刺されたって言いました。え、じゃあ俺めっちゃ不謹慎なことやっちゃったの。めっちゃ不謹慎なことやっちゃったの。現場検証だったんですよね。はい、ごめんごめん、友達とかいないから大丈夫かな。うん、それでそれで、え、それで今来ていただいて、いらっしゃいませって言いました。ああ、なるほどね。はい、じゃあ俺が倒れてたのに気づかなかったんだ。気づかなかったです。冗談には。はい、なるほど。すみません。で、その刺された状況を教えて。来たらもう刺されてたんで。出勤直後。出勤タイムカードをして。出勤直後刺されてて、あ、刺されてんなと思って、はい、俺たちが来たらいらっしゃいませって言ったの。ちょ、テンパってて。お前ハート強いって、ハート強いのかな。でも間ちゃんと通報してるもんな。はい。え、誰が刺されたの。いないんですよ。いや、だから刺されたところは見たんでしょ。はい。どんな人だった。ヒゲ生えてました。ヒゲ、さ、ここ通りかかったんだよね。ヒゲ生えてる人見なかった。ポテト食べたんで覚えてないです。ポテトを食べると覚えてないの。食べてたからあんま見てなくて。あ、よっぽど美味しかった。でも帽子のおじさんはさっき通りましたよ。帽子のおじさんはヒゲが生えてるのか。ちょっとこうやって深くかぶってたんであんまり見えない。でもここら辺はちょっと。じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、顔を隠していたってことですか。そうですね。その人はちょっと怪しいですね。怪しいですね。ヒゲの人が刺されて、はい、帽子の人が死体を持って逃げた。その可能性が名推理です。どう、それで行きましょう。それで行く。それで行きましょう。そのせんで新人、じゃあお前はここからどうやって犯人を探す。ここから、まずは、帽子をかぶった怪しい男の捜査ですね。そこから、まあ、聞き込みと、まあ、聞き出していくと。お前何時代だよ。お前何時代だよ。え、お前何時代だよ。少年時代。どういう、わかんないです。そうだね、うん、防犯カメラの映像を見せてもらおうか。そうですね、そうですね。まず防犯カメラの映像を見せてもらおうか。そっちが先でした。始めようね。じゃあ、そういうことでちょっと防犯カメラの映像を見せてもらっていいですか。あ、はい、防犯カメラ、防犯カメラ、これが、そういう形なんですね。タブレットで見れる時代が来たのかな。タブレットで見れるんです、うん、あ、見えますか。うんうんうん、ちょっと、お前何参加してんの。ポテト食ってた通りすがりの女子高生、何捜査参加してんの。帽子被ってる。重要な、重要じゃない。いや、だってお前ポテト食べてたから見てなかったんだろ。帽子の人は見てます。
ましたよ。あ、そうか、帽子するかも。この帽子の人、はい、すっごい高い帽子だね、これ。え、なんていう帽子なんだ。山高帽だよ、あのシェフで偉くないと被れないやつだよ。うん、こういうやつ。そっちの高いなんです。高い、すっごい高い帽子。値段かと思う。これは目立つな。目立ちますね。体を抱えて、あ、出てった。下抱えた、抱えた。抱えました。抱えました。なるほど。刺したのも帽子のやつだった。そうですね。はい。なるほどな。ちょっと待ってください。ん？山高帽って顔面に入りませんよね。ここだね、髪の毛隠すやつだからね。顔面に入るとすれば、相当に顔の小さい人ですよね。この店内に犯行当時にいた人間で、一番顔の小さい人間って。ポテト食べてた人。かっくほ。ちょっと待って。俺さ、長年警部補やってきたけどさ、うん、いい推理だよ。いい推理だし、確保の判断ももしかしたら正しいかもしんないけど、ね、これです、これです。帽子をかぶってました。言ったのこいつだぜ。そんな操作ある？いいの？心理ぐちゃぐちゃだよ、この人の。どうしてそんなことしたの？そうなの？違いますよ。ごまかすの？顔が似てるだけで。顔見えてなかったんだって。帽子がスポッて入ってたから。顔のサイズが一緒なんじゃないですか。いや、そういうこと。同じ顔のサイズの人がいるってこと。本当は友達と来てたんですよ。でトイレ行ったらいなくなっちゃったんです、その友達が。その友達はその子なんじゃないですか。顔は小さかったの。小さかったです。じゃあその友達の身元教えて。身元は、まあ、iPhone で。お前ら、ええ、もう疑う余地はないでしょう。こいつとその友達確保。おっす、おっす、おっす。お前もカット。プロの魅力を知っている大人の女性、十字架を基調としたシルバージュエリー、クロスタイル。さあ、ということでですね、エンディングです。まずはね、最近稀に見るですね、即興劇の感想を聞いていきたいと思います。どっから聞こうかな。17歳から聞いていくか。まあ夏からどうだった？いや、なんか何をしたらいいのか分かんない。立場が女子高生だから捜査に入っちゃったしちょっとよく分からないんですけど、でも楽しかったんでよかったです。即興劇なんか練習しないもんね。初めて。本当楽しいよ、やると楽しいです、うん、ああやってあのなんていうの、設定をさ、どんどん付け足されたのを理解して対応していくとかっていうのがね、あのいざっていう時のこう本番での反射とか、日頃役作りをする時のあれになるから、ちゃんとなんか時々遊びでやっとくといい。じゃあどう？こうハンバーガー屋さんって言われるまで自分の役決めてなかったんですよ。ここうろついてて何になろう何になろうってずっと考えてうろついて、もうハンバーガー屋さんって言われた時どうしたらいいか分かんなくて、いらっしゃいませ。すいませんでした。大丈夫。楽しかったです。はい。いや、やった方がいいんだよ、役者は。はい、一応ね。じゃあ続いてどうでしたか。はい、まあ割と傍観に回ってしまった気がしなくもないんですけども、でもあっちこっちにこうちょいちょい振りもしつつっていう風にやることはできたのかなと思ってます。うん、まあ飛び道具多かったからね。まあ安定感出さないといけなかったからね。そうですね。いい仕事はしたよね。ありがとうございます。どうでしたか。今終わって中途が終わってから今までの間だけで、あそこもっとこういうことしておけばよかったとか、こういうところに気をつければよかったっていうところがたくさんあって、でも今そのそれぞれの方がすごい言ってた通り皆さん魅力があって
やっててとても楽しかったです。意外と全員キャラが立ってるね。はい、そうです。そうバランスよかった。うん、面白い。また、ね、次回このメンバーで劇団を結成して。おぉはしないです。じゃあ本日もクロードバックご覧いただきありがとうございました。まずみんな、告知とかをどうぞ。じゃあこういう順でしょうか。はい、はい。BA ライブプロモーション西原ジョージ、Twitter とブログやっておりますのでぜひぜひチェックしてください。Twitter ID はアットマーク G アンダーバーウエストフィールドでございます。それから月々各月2回ずつ生放送やっておりますのでそちらのチェックもお願いいたします。西原だからウエストフィールドの。はい、ウエストフィールド。西の原で。西の原です。なるほどね。はい、はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。どうぞ。はい、ブログ、ツイッター、名前の林美咲です。ウエノスイノベーション所属の、ブログ盗聴。自己紹介盗聴って珍しい。ほんまにごめんね。はい、はい、ブログとツイッターやってます。よろしくお願いします。林美咲で検索したら出てくる。あ、出てきま…あ、美咲で M 大文字の、はい、あと小文字で出てきます。ツイッター、ツイッターの検索で、はい、M 大文字で M 大文字 ISAKI は小文字です。はい、よろしくお願いします。頑張って探してみます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ファイブスターエージェンシー所属の寺岡真夏です。ツイッターとアメーバブログやってます。ツイッターは寺岡真夏でひらがなで打てば多分なんだっけ、あの目ん玉のなんだっけ忘れちゃった、アイコンがモンスターズインクの、うん、あ、マイク、マイク、俺よく目ん玉のだけで当てたな。目ん玉親父かと思ったのやつです。で、アメーバブログはなんでお前名前もわかんないキャラクターアイコンにしてんだよ。そうちゃったんです今。マイクだっけ？マイクです、うん、マイクです、はい、で、アメーバブログはこの間始めたばっかりなんで投稿してないんですけど、枝豆日記でこれから書いていこうと思うので暇があったらチェックしてください。枝豆日記って何？枝豆好きなんですよ。うん、2匹は？2匹？枝豆日記です。あ、枝豆日記枝豆日記っていうか、もう完全におかしくなっちゃったもん。俺やっぱり10以上したとは分かり合えない。枝豆日記だな。はい、GF エンタープライズ所属、大向井真嗣です。この収録時点ではまだあまりお話できないんですけれども、8月1日、2日にお芝居をやることが決まっております。放送されている、配信されている時には情報を出していると思うので、よろしければ大向井真嗣で検索していただいて、ブログ、ツイッターやっております。よろしければ遊びに来てください。お願いします。はい、そして黒田祐樹でした。僕は多分、だから19日放送だから23日からですね、26日までですね、中野のアクトレという劇場でですね、飯田ジョージ監督というですね、ナイトヘッドとか佐生太鼓の事件簿とかの監督をされている監督の脚本の舞台というのをですねやってます。なんと今月ですね、7日から12日まで池袋で別の舞台をしておりました。2週間でどこまでできているか分かりませんが、頑張りますので、どうぞ楽しみにしてください。劇場まで足を運んでいただければと思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。